ちょっと電話出ます。喉が痛くて、ほとんど普通のお弁当がほとんど食べれないので、本日から8泊するアパホテルリゾート札幌さんです。このホテルでしばらく隔離生活を送ることになります。どんな、ちょっと電話出ます。はい、もしもし。はいはい、どうもです。はい、ちょっとね、落ち着いたんで改めて整理したいと思います。ホテルのといってもですね、もう備品類、これで、もう1週間弱過ごさないといけないということで、部屋着1つと、あともうタオルも、これ1つずつしかないんで、毎日こちらで体温計と脈拍とかを測って経過を観察するそうです。ホテル生活慣れてますから、一応水筒、タンブラーですね、2つで、あとコーヒーとかね、お茶とか、この辺もね、カバンにいっぱい入れてあるんで、この辺で嗜好品もなんとかなります。で、冷蔵庫も普通に使えるんで、車に積んであったコーヒーとか炭酸ジュースとか、あとね、冷蔵庫に入れてたものを車から持ってきました。久しぶりにお風呂入ろうと思います。お風呂に入れないのが一番ちょっとキャンピングカー生活は厳しいなと思ってたんで、シャワーさえついてればね、逆にキャンピングカーで隔離生活もちょっとありかなと思ったんですけど、これねきついですね。紙タオルみたいな感じで、もうかなりペラペラで、いや到底水分が拭き取れるとは思えないですね。そんなこともあろうかとね、一応ウォッカバスタオル持参してきたんで、いや良かったです。ホテル生活のね、生活意識全部一応車には積んであったので、いや本当不幸中の幸いで、少しは快適に過ごせそうです。なんとか無事に全部仕事も終わりました。ちょっともう喉も痛くて、しゃっくりも出るっていう謎の症状なんで。
はい。8番。はい、わかりました。素晴らしいですね。いや本当にありがたい。本当にありがたいです。洗濯、手洗いで洗濯した服なんですけど、発汗性のあるね、撥水性のあるものを優先してやったんですけど、いやね、これ一生乾かない気するんですよね。やっぱ洗濯機とかって多少は脱水とかしてるんで、その後からだったら多少乾くと思うんですけど、これほんまに手でこの雑巾みたいに絞っただけなんで、ほぼもうなんていうんですか、もういや普通にもう重ばばっていうくらい、かなりね水分あるんで、ちょっとね服が乾かないと着る服がなくなっちゃうんですけど。源一郎さんみたいな感じになって、基本こうやって小声でちょっと行きたいと思います。毎朝7時に体温と脈拍分かんないといけないんで、意外と時間、朝起きる時間とか決められてるっていう、なので意外と自由ではないです。いや無事に生きてて本当よかった。しかもこんな環境の中、意外と化け物当たりまくるっていう、いやこういうね逆境とか悪い環境でこそ燃える、そういうタイプですね多分自分は。海外行ったらめっちゃ強いとか、売り場でめっちゃ強い、ステイゴールドサンクみたいな厳しい状況でこそメンタル的に燃えるっていうので、逆に今週めっちゃ当たったんだと思います。いや来週は競馬場行きますように、療養に努めて回復解放に向かいたいと思います。いや窓がねここしかないんですけど、もう太陽がねほぼ浴びられないんで、外の空気吸いたいよ太陽が見えないんで、なかなかない生活だと思いますね。開かないタイプなんで、普通に生活してたらね太陽を見ることない1週間ってなかなかないと思うんで、じゃあね夜ご飯の時間なんで、またお弁当取りに行ってきます。
夕方の検温時間になりましたので、体温、酸素飽和度、脈拍数を測定してください。はい、ホテル隔離生活も、5日目が終わろうとしていますと。いや、体調もね、順調に回復しているので、いや、本当に良かったです。部屋はね、一切清掃とかね、普段のホテルと違って入りませんので、まあ、ベッドとかね、シーツとか着替えもね、なかったりとかするんですけど、人間に必要最低限な、健康で文化的な生活、憲法何条だっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、本当に、ね、食事とね、飲み物と、最低限あるだけの生活なんですけど、いや、この際なんか本当に命がつながってるだけでも、いや、ありがたいなという、自分が弱者になった時に、いや、助け合いの精神っていうのをね、学んだ気します。いや、税金っていい仕組みだなって初めて思ったかもしれません。半分ですけどね、皆さんね、この建物全部感染した人しかいないんで、これ以上ない、まあ、感染症対策を施さないといけませんから、まあ、まだね、気を抜かずに、あと4日間ね、まだ体調ね、万全になるように努めたいと思います。普通ならね、有料チャンネルとかだと思うんですけど、一応全部無料で見ることができました。普通の人は多分10日間仕事とかもできない環境とかだったら多分相当暇だと思うんで、まあ、こういう映画を見るっていうサービスがね、まあ便利なんだと思います。まあ、見たことあるんですけど、東京033のね、公演見て楽しみたいと思います。すいません、当てちゃう。療養には10日間必要だそうです。で、対処の条件としてはですね、72時間以内に、特に高熱とかね、症状がなければ、このまま順調に対処することができるそうです。なので、まあ、僕の場合はちょうどあと3日ですので、この3日間特に、症状が悪化しなければ順調に出ることができます。一見ね、ホテル暮らしっていうので、なんかいいように聞こえばいいんですけど、まあ、本当に一歩も外に出てないっていうところで、いや、もうバンライフとは真逆な、あの、毎日違う景色を求めて、毎朝違う景色で目を覚ましたいと、まあ、それがバンライフの醍醐味だったんですけど、いや、もう毎日同じ景色でしかないという。太陽も見えないんで、結構ね、禁止事項もたくさんあって、もう施設外への一切の外出が禁止だと。で、外部の方とも、もう一切会うことができません。まあ、僕はほぼないんですけど、喫煙者とかね、あとお酒好きな人は相当大変なんじゃないですかね。10日間まるまる禁止なんで。で、まあ、食事もね、フードデリバリーとかも禁止ですから、いや、あったかいご飯が食べたいっていう、なんか切なる、なんか今、思い。まずここ出たら何食べたいですかって言われたら、あったかいご飯食べたいです。なので、いや、僕の場合10日間まるまるラーメンを食べてないっていうのが人生初めてかもしれないですね。3食付きだけでまあ十分ありがたいんですけどね、まあ、そんな贅沢もね、出てきますね。で、あとはね、やはりね、このご時世ですから、写真撮影、SNS 等ね、この部屋の外では一切禁止ですということはもう毎回言われてるんで、外の風景はちょっと今回撮ることはできないんですけど、一応ね、ホテル暮らしといっても、まあ、かなり制限されていて、いや、僕の場合はね、ホテル暮らし慣れているので必要なもの全部持ってきましたけど、いや、ほとんど普通の人はだいぶ暇を持て余すんじゃないかなと思います。で、まあ、食事とかも1日3食ですね。時間は決まってるんですけど、その時間に取りに行くと。
やはりね、この朝食の時間ね、結構ね、一人一個弁当あるんですけど、だいぶ余ってるんで、いや、みんな食べてないんだと思います。朝起きないで。って感じで、結構ね、これ、もうページ数あるんですけど、こういう細かい事項が結構たくさんあるんで、なんかただただ、なんかホテルでのんびり療養してるわけではなくてですね、割と制限のある中でのホテル生活なので、まあ目的がね、コロナを治すっていうことがもう第一目的で、もうこれ以上の目的は今ないですから、人生において。なので、多分人によっては思ってる以上に結構この生活、ストレス抱える人もいるかと思います。まあ電話でサービスとかもあるぐらいなんで、まあ人によってはやっぱ不安に感じたりとかね、いや、この先のこともそうですし、まあこの生活で不安になるっていうこともあるんだと思います。僕はずっとバンライフで孤独には慣れてるので、まあ、人と一切本当に対面しない10日間でしたけど、まあ、何も感じませんでしたね。はい。いや、一人に慣れておいて、まあ良かったのか悪かったのかちょっとわかんないですけど、まあ今回に関しては良かったのかなと。でね、まあもう本当に体自体はかなり元気にはなってるので、ここでね、まあ、Wi-Fi もあって仕事道具パソコンとねモニターとかも全部バッチリあるんで、今日からまたね週末の競馬に向けて予習していきたいと思います。本日ね、もう本格的に競馬に向けて予想していく週末になります。久しぶりにね、今週競馬場行けることになると思うんで、いや楽しみです。でいつもねコンビニで資料を印刷してきてるんですけど、まあ、コンビニとかねもう一切外出ができませんので、代わりにねこちらのタブレットで、ね、今週も書き込みしていこうと思います。そうですね、はい、今電話かかってきて、予定通り明日対処することができそうです。ちょうどね、ここに来て丸々1週間経ちました。で病状発症してから、まあ、10日間が一応コロナの療養期間だそうなんで、一応発症してから明日でちょうど10日経ちますんでね、とにもかくにもね、いや無事に最後の1日過ごしたいと思います。いや1週間暮らしたこの部屋ともいよいよ脱却ですね。なのでちょっと部屋をね片付けておかないといけませんので、ちゃんとね、掃除もできるとこしていこうと思います。営業時間になりましたので、最後酸素飽和度や脈拍を測定してください。最後の晩餐になります。いやこの生活もねいよいよ明日で終わりますから。いや、さて入ってんのが、お茶、おしぼりで、マスクですね、これお弁当取りに行くときにマスクします。お弁当と、夜は味噌汁もつきます。こんな感じでね
いや、割とちゃんとしてるお弁当屋さんのご飯。いただきます。最高のバッカー。いや、あっという間だったな、この生活も。はい、アパホテルリゾート札幌さんでの8泊9日が終わろうとしています。いや新記録ですね、8泊は。しかもですね、私いやらしいので、こちらのホテルのね定価を調べました。こちらねツインルームなんですけど、2人部屋ですね、1泊あたり1万500円というのが定価でした。でそちらに8泊しましたんで、1万 500×8 で、計8万4000円普通に泊まってたらかかってるというお部屋です。単純計算でこれが500円だとしても1日1500円、まあお茶とかもついてますんで、まあどんなに安くてもまあまあ1500円だとしても、これを8日間だとしても580の1万2000分ぐらいの食費を、まあ浮いてるって言ったら変ですけどまあ補填していただいて、というわけですね、こちら今回かかった費用はですね、宿泊費、あと食事代、あともう飲料とかですね、飲み物とか、あと薬も処方していただいたんですけど、まあ、それらね全て北海道の税金で、無料ということで、いや本当にお世話になりました。本当に今年は北海道にふるさと納税たくさんします。まあ、無事にね、本当になんとか、まさかこの生活してってなるのかっていうぐらい、まあ、気をつけていたっていうか、そもそも人と接触してない生活だったのにもかかわらず感染したので、いや本当にコロナウイルスのなんか恐ろしさっていうのを自分の体でちょっと体感しました。でね、まあ、ワクチン3回打っていたので、まあ症状もねまだマシだったのかなとは思うんですけど、本当にね、あの明日は我が身じゃないですけど、いつ自分がなるかもわからないので、まあ、なりましたしねなんで本当にぜひねこれをご覧いただいている方も一言ではなく、まあ、かかってしまう可能性があると、でかかった時に、まあ、どういう対応をしたらいいかっていうのをね、その参考にちょっと今回の動画がねなればいいかなと思います。とりあえず旅先でコロナになるともうめちゃくちゃ大変それだけはねキャンピングカーじゃなかったら完全に多分積んでたと思うんで、多分もう電源がなくなっている時点でもう保健所に電話もできなくなりますから、まあ、そういう意味では本当にどっかね出張とか旅行とか行く方は特に本当に気をつけた方がいいかなと思います。まあ、たまにはね、こういう休養、伊崎修五郎先生の言葉でね、もう休養も調教のうちっていう金言がありますから、僕もね、この休養がね、未来のバンライフに向かって、ね、大事な充電期間だったと、もうこの先にね、弾みをつけたいと思います。いや、ほんまよかった。おやすみなさい。来た時の状態に戻しました。でこちらで使った、まあ、シーツとかね、ものは全部、ゴミ袋に捨てて、もう全て、破棄するそうです。で
この後ね、徹底的に消毒と除菌がね、この部屋でされていくので、まあ、忘れ物は例外なく処分されてしまうそうなので、もう絶対忘れ物だけないように気をつけたいと思います。というわけで、まだね、順番に一人ずつ対処していくそうなので、電話が来るまで少し待機します。いや、本当に9日間ですね。本当にお世話になりました。無事にね、こちらの部屋で1週間過ごしたことで、体も健康に戻ったんでね。いや、人生こんなこともあるんですね。久しぶりに太陽のある世界へ、また新しい旅へ出かけたいと思います。本当に皆さんも気をつけてください。今後もね、感染症対策しながら、本当に気をつけながら旅を続けたいと思います。久しぶりの太陽の恵みだ。久しぶりの外に出るとですね、暑いですね。あれ、札幌いつの間にこんな暑くなってた。久しぶり、我がインディーチャンプを、いや、10日間も乗らなかったの初めてかもしれない。それぐらいもう頻繁に会ってたんで、会ってた、乗ってた、いやー、よかった、無事で。